はい、えー、それではですね論文式本試験経営学の公表及び解説を始めていきたいと思います担当はレクセン人口二宮ですどうぞよろしくお願いしますはい、えー、こちら経営学の公表と解説動画ということになりましてまずまああの全体の公表からお話をしていきたいなと思いますけれども まあ今回の本試験に関しましては昨年度の試験よりもや,やや難易度としては優しくなったというそういう印象を受けています、まあ、従いましてそのまあ合格ラインとしてはですね、まあ、基本的にはまあ55点程度ですね取れていれば十分かなと思われますね、まあ、55点程度ですね、まあ、5割強取れていれば十分まあ6割取れていればもう安全かなと思いますねはい ですので、まあ、今現在ですね、えー、そのご自身の出来について、ね、不安に思われている方は、もう6割超えていれば安心だと思ってください。で、まあ、経営管理、財務管理ですね、まあ、それぞれの難易度についてお話をしていくと、まあ、経営管理については特にまあ横ばいっていうような感じですかね、まあ、難しいとか難しくないとか、あまりそういうのは関係がない分野になりますから、まあ、純粋に知ってるか知らないかっていうだけの話になりますので。 まあ経営管理分野は昨年度と大して変わらないのかなと思うんですけれども、まあ、財務管理ファイナンスの分野に関しましてはこちらは昨年度よりはまあ優しくなったように思います昨年度はなかなかねその考えなきゃ相当わからないなという問題もあったんですけれども、まあ、今年の試験に関しましてはそういった問題はあまりなかったように思われますので、まあ、基本に忠実に回答していけばですね、まあ、高得点狙える内容だったように思います ま、経営管理分野で、ま、5割程度取っていただいて、まあ、財務管理の分野で6割強ですね、まあ、取っていただければ、おおむねま、55点程度になってくるかなと思われますので、まあ、それを一つの目安に考えてください。で、今からですね、まあ、この各問題ですね、確認していきながら、まあ、取るべき問題、取らなくてもよかったという問題ですね、それをま、振り返っていきたいなと思いますので、まあ、プレゼンターの方をね、移していきたいと思いますけども、 まずまあ空欄の穴埋めっていうところから確認していくと問いの一番はまあこの A から D までに入るですねえ各用語を答えなさいという問題でまずこの A の部分ですねここはまあ新規参入の脅威っていうのが入りますねはいで B っていうのがこれは代替品の脅威っていうのが入りますねまあ代替製品でも構わらないですね代替製品でも構わらないと代替品代替製品どちらでも結構ですまあこの5 o ス分析っていうのもねもともとその まあアメリカでねポーターさんが考えたものになりますので、まあ、それを日本語訳したときにいろんな表現が取られますから、まあ、代替品のようなねそういった似たような言葉が、まあ、それに近しい言葉を使っていただければ正解となりますんで、まあ、そこはね多少答えに幅が出てくるところかなと思います。 でここの A と B をねまあ逆に書いてしまうっていう可能性もありますけども新規参入と代替品っていうところですねここまあ逆の人もいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、B についてはまあこれ後ろのところでねこの B をまたクーラーの部分使っていきますんで、まあ、代替品っていうのは対立的に位置づけられているこれは保管剤のまあ供給者が重要な要因として新たに追加されたっていう、まあ、ここの文章にまた代替品っていうのが入っていくことになりますので。 ここはもう新規参入だとおかしいですからね。A と B っていうのはもう新規参入と代替品。ここはもう純不動っていうわけにはいきませんので必ずそれを入れてください。で今度 D の部分っていうのはこれまあ意外とですね 聞かれてることが当たり前すぎて回答に困った方もいるのかもしれないんですけど、まあ、人物金情報ですねこれら経営資源ですね総称して経営資源案外回答に困るかもしれないですね実際に受けてるとまあパッと思いついた方はねこんなは悩まないだろうと思うかもしれないんですけど一回まあ考えてしまうとですねまあ経営資源っていう言葉はなかなか出てきづらい言葉だと思いますんで。 まあ D の部分っていうのはまあもしかしたら答えられてない方も結構いらっしゃるのかなと思います。はい。まあ、従いましてまあこの問いの一番に関しては少なくともここの ABC はまあ絶対合わせてほしいかなと ABC と。まあ D の部分っていうのはちょっと三角がつくかなってぐらいですね。はい。で、今度この空欄0102ですね。先にこちらを見ていきたいと思いますけど。 特定の大口顧客1社への売り上げが大半を占めている場合の潜在的な収益性は他の条件が同じであれば小規模な顧客を多数抱えている場合と比べてこれは収益性は相対的に低くなるっていうのが正解ですね低くなるまあこれはちょっと考えてもらったらいいかと思うんですけどシナリオを考えてもらったらいいかと思うんですね まあこの大口顧客1社に対して、まあ、その製品を、ねまあ、販売していると、まあ、売上の大半というのを大口顧客が支えているというような状況ですと、まあ、当社の売上っというのはこの顧客によって左右されるわけですよね。この大口の顧客のですね、期限をまあ伺わなければいけないわけですよ。 だから多少の無理難題とかも突きつけられてもですね、まあ、それに応えていかないと当社のねこれは収益構造を支えてる顧客になるわけですから大口顧客がこれはパワーを持ってるんですねで当社っていうのは相対的にパワーが弱いんで他の条件が一定であるならば収益性っていうのはこの場合相対的に低くなるというまあその低くなるっていうのを回答としてね判断していただければよかったとでまた 続けて見ていくと他の条件が同じであればスイッチングコストが高い業界と比べてスイッチングコストが低い業界の収益性っていうのはどうなるのかというところでこれは低低くくななるるっていうのが今度も入りますね相対的に低くなるとスイッチングコストについてはねこれ問いの4番で定義が回答を求められていますけどもまあちょっと3行用意されてるんでね2行ぐらいしか書けなかった方多いかもしれないんですが。 まあこれは何かっていうとこれまで使用してきた特定の製品サービスから別の製品サービスに切り替える際に生じる顧客が負担すする不利益のことですねで現金の支出を伴うものだけではなくてこういう心理的な抵抗や手間などの、まあ、定量化できないような要素も含まれますよっていう、まあ、非常に、まあ、あの範囲の広い言葉になってくるんですけどもスイッチングコストですね。まあ、実際に 特定の会社の製品サービスから別の会社の製品サービスに切り替える時にその際にね現金の支出を伴うこれはまあもちろんスイッチンコストになりますし、まあ、それに加えて、まあ、製品やサービスを変えることによる手間とかですね心理的な抵抗っていうのもスイッチンコストになってくるとでこれが高ければ高いほどですね顧客離れっていうのが起きないんですよね スイッチイングコストが高ければ高いほどお客さんっていうのは継続的に当社の製品やサービスっていうのを買ってくれるわけですだから会社にとってはですねこの製品のスイッチイングコストが高いっていうのはこれ望ましいわけですよで今穴埋め求められているのはスイッチイングコストが低い業界ですねスイッチイングコストが低いこの場合収益性はどうなるかっていうと相対的に低くなるんですよね お客さんが他の製品に流れやすいんですよ。他社に顧客を取られやすいんですね。まあその結果、まあ競争が激しくなって収益性っていうのは低下していくんだと。まあそういったストーリーをね頭の中に描けた方はどちらもこれは A が代入されるっていうのがわかるかと思います。 ただまあ AA っていう回答自体がですねなかなかどちらが片方は C だろうとかっていうですねそういう感覚もね、えー、お持ちの方多いとは思いますのでまあ案外この AA っていうのも答えられてる方はまあ少ないのではないかなと思います。まあできた方にとってはねこんな簡単だろうと思うかもしれないんですけど結構まあこういうのも発想力のようなもの必要ですから思いつかなければねもう勘で答えるしかないわけですからね。 まあどちらが片方はまあできることを考えて、まあ、片方合ってれば、ね、十分かなというふうには思いますね、はいまあ、片方ですね。で今度。 問いの2番ですね戻っていきたいと思いますけど問いの2番に関してはこれまあハーフィンダール指数ですねハーフィンダール・ハーシュマン指数についてこの指数が0に近づくほど、まあ、当該業界での競争状況や企業の収益性どうなると考えられるか簡単に説明しなさいとまあこちらについてはですね、まあ、講義のレジュメの中にも掲載してありますしでまたまあ一問一答問題集の中にもですねハーフィンダール指数については、まああのえー、掲載してありますのでまあどういう指数なのかっていうのはまあ覚えていた方の方が まあこのレクの受講生の方は多いのかなと思うんですけどもまあこれはまあ特定業界におけるまあ集中度を表す尺度ですね。で参入している企業ですねその業界に参入している企業の市場占有率を2乗して、まあ、それらを合算してまあ計算される指標っていうのがこのハーフィンである指数です。で わかりやすい例としてはね、一社独占していると。一社がその特定の業界をね、牛耳ってるというような状況であれば、ハーフィンダール指数っていうのは1っていうふうに計算されるわけです。1ですね。独占市場においては1なんです。マーケットのシェアっていうのがこれ100%。指数になすと1ですから。1の2乗で1ってことになりますね。で、これがどん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 1からロに小さくなって、0に向かって小さくなっていくと、 これはどんどん完全競争に近づくと。完全競争っていうのは、これまあ独占とは逆の言葉です。対義語です、独占のね。完全に一社独占っていうような状況ではなくて、完全競争っていうのは、まあこれはもう、どのね、企業っていうのも、製品の販売価格について重要な決定権を持っていないという状況が完全競争なんですね。まあ経済学的にはプライステイカーとかって言い方をするんですけど、まあ市場で販売価格は決まるものなんだと。 一社がこの金額で売りたいと言ってもですねそういうわけにいかないんだというのがこれが完全競争だと思ってくださいまあ独占だとそれができるんですよね独占だともう一社しかないわけですからもうその独占企業がこの金額で買ってくださいって言ったら買わざるを得ないんですよねだからそれとは対極に位置する概念だと思ってください完全競争まあゼロに近づくほど完全競争に近づくことになるんで、まあ、業界内の競争状況がこれは激しさを増すことになるんだと まあ小さいほど競争が激しいっていうことが分かっていれば、分かっていれば、その後の収益性はどうなるのかっていうのは答えられると思うんです。競争が激しくなれば、当然収益性は低くなるわけですよね。他の条件が一定であるならば、収益性は低くなりますよと。だからまあ、ハーフィンダール指数が本当にこれは覚えられてるかどうかっていうところですね、それの定義がね、ちゃんと頭の中に入っていれば、 まあこの0に近づくにつれて競争が激しくなるから収益性が低下するっていうことは書けるかと思いますんででちょっとまあ4行ね回答が求められてるんで割と長いことになる長い記述が求められているわけですけどもまあここが書けていればもうね大丈夫かと思いますね競争状況が激しさを増すことになるんで収益性は低くなると結局ここがコアの部分ですからね回答にあたっては。 で問いの2番はできればなんとかね回答してほしかったかなというふうには思いますね。で問いの3番こちらですね「まあ、気化平均」っていうのが問われているんですけどまあ仮に「気化平均」っていう言葉が分からなくても「複、まあ、利計算」って書いてますからね複利計算。利計算を前提として「 年間の平均成長率を求めなさいっていうことでこのまあ福利を前提とした年間のまあ平均成長率、まあ、これの計算を求められているわけですけどまあこれはもうね債券の利回り計算などで散々福利を前提とした計算っていうのはやっているのでまあ個人的にはできてほしいかなというふうには思いますね。 化平均という言葉ね、まあ、過去の本試験ファイナンスの試験においてもですね「基下平均」っていうのをまあ答えさせるようなこの表現でね「基下平均」っていうのが言葉が出てきたことがあるんですけども、まあ、過去問やってた方はですね「基下平均が福利計算のことを言ってるんだ」っていうのはまあ即座に判断できたわけですが、まあ、やってなくても「福利計算」っていうのは書かれているわけですからねこれはなんとか答えてほしいですね。で特にまあ割り切れない数字じゃなくてきれいに30%っていうふうに求まりますからね。 これ100億が169億に2年かけてなってるわけですよね。だから100かけることの1プラス X とかっていう風に求めるですね、平均成長率っていうのをまあ、文字式で置いてあげて、100かける1プラス X の2乗イコール169億っていうのを満たすね、X は30%であるっていうのが綺麗いに求まりますからね。 ここはもうね、きれいな数字ですから、なんとか回答できるんじゃないかなとは思いますね。はい。だからこの問題1はかなり高い点数っていうのは期待できるかと思います。このスイッチングコストについてもですね、まあ,あの結構ここはきれいに書いてくる方が多いでしょうし、で、問いの2番に関しても、もうハーフィンダール指数が分かっていればね、回答できる部分になってきますんで。 で仮に分からなくてもねこの競争の状況が激しさを増すことによって収益性が低くなる先ほど言ったこのコアの部分っていうのがある程度かけていればですねもうここだけかけていれば点数っていうのはかなり来るかと思いますんでこの第1問問題1っていうのはここはもうね、まあ、全部ね答えた方もいらっしゃるのではないかなと思いますはい完登することも不可能ではないですねで今度第1問問題2っていうのはこれはね ちょっと今年の山じゃないと考えられていたところですね国際化戦略ですね国際化戦略はですね あの以前試験委員にね、まあ、牛丸先生っていう方が、まあ、いらっしゃいましてその方がまあ国際化戦略についてもかなり好きな先生だったんですけども、まあ、今年の試験委員には、ねえー、まあ入っていませんでしたので、まあ、基本的に今年はあまり国際化戦略そのものにですね、まあ、興味関心を持たれてる先生って、まあ、いらっしゃらないのかなと思っていたんですけども、まあ、今回出ていたということで。 でまあ多くの受験生も国際化戦略手厚く学習されていた方っていうのはほとんどいらっしゃらないかと思います。まあ、過年度のね受講生の方とかでかつてやったねこの国際化戦略とかのねこの対策講義の中でやってるわけですけどその内容とかをあるいは覚えていた方はですね、えー、ちょうど今年の試験で出たんで。 まあ対応できたかもしれないんですけどなかなかそういった方もいらっしゃらないとは思いますんで、まあ、少なくとも問いの2番問いの3番っていうのはここはもうできなくても問題ないですね。ここはもう気にしないでください。いい知ららななととどううしようもないところですからねで。問いの1番についてはこれまあ内部化っていう言葉の意味する内容を答えなさいっていう話なんですけど。 まあこれについてはねたとえ知らなくても前後の文脈あるいはその内部化という言葉のニュアンスから、まあ、どういったことを指している言葉なのかっていうのはなんとなく察することはできるんじゃないのかなとは思いますんで内部化についてはねちょっとまあ説明はしていただきたかったかなと、まあ、この合併や買収あるいはもう M&A とかっていうふうにまとめてもらってもいいですけども。 まあ競合相手そのものっていうのをまあ自社の中に取り込んでしまってまあ競争相手をまあなくすというのがこう内部化になりますね。はいまあ、合併や買収っってていいうののが一つのキーワーワドになってきますねよろしいで,すか、ね、であとまあ問いの4番のコアコンピタンスあるいは問いの5番の看板ですねここはまあできなきゃいけないでしょうね。 まあコアコンピタンスとまあ看板ですね。まあ問いの1は仮にできていなかったとしても、まあ問いの4問いの5は最低限取らなきゃいけない。まあここが取れていればこの第一問問題2についてはいいのかなと思いますね。で、まあ以上からですね、まあ概ね6割程度あ5割程度ですね、まあ取れていれば、まあこの 1> 第1問については十分かと思われますので、まあ、それ以上取れているという方はですね、まあ、少しアドバンテージを取れたと思ってください。で今度第2問ファイナンスについて見ていきたいと思いますけどでファイナンスはまずこれ問題1から問題4まで注文が分かれてるわけですけどこれ問題3と問題4っていうのは先にこちら見ておくとこれはまあかなり高い精度でできてほしいかなっていう問題です。 でできれればここはししてていいかなっていうところですね問題3なんかもう単純にフリーキャッシュローを求めてでフリーキャッシュローを割引計算して企業価値を算定するっていう、まあ、ものすごいシンプルな問題ですから、まあ、本当にイージーミスがない限りはです、ねまあ、対応できるはずですね。 まあただここのフリーキャッシュフローの計算ねここ間違えちゃうともうどうしようもないですからね本当にイモズル式に間違いが連鎖することになるんでまあ企業価値評価のねそれは恐ろしいところだと思いますけどキャッシュフロー間違えれば当然その後の企業価値間違えますからねまあ、ここの丸 ①② っていうのは何とかね合わせてほしいなというところではあるんですけどねここさえ合わせることができれば次のまあクの計算とかっていうのも対応できると思うんですね マックの計算についてもこちらですねまあ無リスク利子率株式の期待リスクプレミアムまあ5%企業 A の株式ベータ0 9企業 B の株式ベータ1 2であるとまた企業 A 企業 B の借り入れの資本コストはともに6%であるっていうことでこのまあ6%っていうのはこれ税引き前ですからね税引き前これたまにこれをね税引き前か税引き後かわからないっていうね まあそういう質問を受けることもあるんですけど通常まあ税引き後でこういった利子率が与えられることなんかないわけです税引き前ですね銀行から何パーセントで借りてるとかですねそういう税引き前の値っていうのが通常データとして与えられるんです何にも書いてなければねでこんだけ銀行に対して払っていくから節税効果が働く分税引き後のまあ利率っていうのは変わってきますよっていうのをまあ自分で計算させるっていうのが通常の問題ですから 何も書いてなければ税引き前だだと思ってください。であとこれ企業 A のワックと企業 B の枠、どっちでこの企業 B の企業価値算定数にあたって割引けばいいのかわ、まあ、からないとそこの判断もしかしたら悩んだ方もいるかもしれないんですけどもうシンプルに考えてもらって企業 B の企業価値を算定したいわけですからこれは企業 B の枠を使わないといけないわけですよね。 ななんとなく買収だから、企業 A が買収するから企業 A の投資家の立場に立って企業 A の枠を使うっていうねそういうようなね考えをしてしまった方もいるかもしれないんですけどここも過去の本試験で問われたことがありますね。割引率をまあ使うにあたって A の割引率を使うのか B の割引率を使っていくのかとこれ企業 B の枠を使っていかなければいけないですね。はい でそこの判断さえ間違えなければ問いの2番のワックも正解できて問いの3番っていうのも,もう一緒ですねこの継続価値の計算さえ間違えなければあ継続価値そのものの計算が問われてますね継続価値の計算っていうのもこ成長率の神の仕方さえ間違えなければ大丈夫ですよねまあ第2期のこれ期待フリーキャッシュフロー60億って計算されますのでまあそれが 毎期1第3期以降成長するっていう過程を設けているので、まあ、60億に1%をまあ加算してあげて60.6ですね60.6っていうところを分子に取ってあげてで分母にワックマイナス1%っていうのを取ってあげれば計算することができますね。まあ、具体的にはこういう式ですね。 まあ残存価値継続価値っていうのは、まあ、こちらで求めることができますよと。はい、でこれが分かれば問いの4番ももう継続価値が求まれば問いの4番の企業価値も簡単に算定できるでしょうから継続価値を第2期におけるですね期末のキャッシュフローと捉えて割引計算を後わしてあげれば企業価値っていうのを計算することができますね。 もう問題3っていうところはフリーキャッシュフローさえ合わせることができ、できていて、あとまあワックの計算ですね。企業 B のワックを使って割引計算するんだというそこの判断さえ注意をしていただければ、まあ担当することが可能な問題です。で、次の問題4っていうところに関しても、この財務分析の問題ですね。 まあ、当連とかでも財務分析は出していますし、問題集にも、まあ、こういった、ねえー、財務分析の問題というのは掲載してありますので、まあ、十分に対応できるかと思いますけれども、まあ、こちらはもう、ね、知ってれば回答できるし、知らないとね、計算はできないでしょうからね、まあ、知らないって方、ほとんどいらっしゃらないと思いますけど、まあ、こちらについてはね、まあ、関答はできないかもしれないんですけども、少なくともまあ2問ミスぐらいで抑えなきゃいけないですね、2問ミス。 まあここは間違える方多いでしょうねこの負債利子率ですねここは意外とリスクフリーレートとかですねそういうふうに答えてしまう方もいらっしゃるようには思いますね負債の利子率っていうのが正解ですから、まあ、ここは注意をしてくださいであとはもう単純に公式に当てはめていけばいいだけですから まあ回答することはたやすいかなと思いますね。で今度また順番が前後するんですけど問題1の方を見ていきますと問題1ですね。でこれが意外と解きづらいというかまあミスが結構起こりやすいところなのかなと思います。 後から振り返ってみるとね、なんでこんなんできなかったんだろうとかって思うかもしれないんですけども、これ結構解いてる時は難しいなと思って解いた方多いんじゃないかと思いますね。というのも、まあ通常のね、そういう問題集とかのように、単純に、まあそのリターンを求めて、でリスクを定量化して、でその後ポートフォリオのですね、また、 標準偏差を求めたりですねあるいはまあ共分散を求めたりですねまあそういうふうに順番に計算をしていくっていうよりもこれいきなりまあ標準偏差が問われてたりしますからねしかもまあこれは仮入れポートフォリオの標準偏差っていうことでいきなりこの丸の一番からちょっと難しいんですよね、まあ、仮入れポートフォリオですねこれは無理,しく無理すくりシーツで5億円借り入れてで15億円っていうのを まあこれはポートフォリオ A に対ししてて、まあ、投資をしているんだと通常はね1番っていうとねやはりその期待収益率を答えさせるような問題が出てくるのが通常の問題なんですけどねいきなり標準偏差から問われているんでちょっと面食らった方もいるんかいるのかと思いますけど。 まあ、ファイナンスは時間がありますからね、多少そういう手順違いの問題が出てきたとしてもですね、まあ、公式を書き出したりしながら、ちょっと知識を整理してもらって対応することは可能かなとは思いますが、まあ、一番はもしかしたらできないかもしれないですね。間違えてる方も結構いらっしゃるかと思います。はい、ただまあ、これね、 借り入れポートフォリオで、まあ、無リスク資産に対して、まあ、5億円借り入れ、まあ、マイナス5億円投資をしていることになるんですね。マイナス5億円の投資ですね。で、無リスク資産っていうのは、まあ、これはまあ、当然リスクはゼロなわけですから、まあ、標準偏差ゼロですね。で、無リスク資産とこのポートフォリオ A の相関係数もゼロですし、共分散もゼロなんですよね。したがって、 この標準偏差算定数にあたってはこういう式に基づいて計算してあげればいいですね。この1.5の2乗っていうのがポートフォリオ A に対する投資比率、まあ、150%ですよね。保有資金10億で、まあ、5億円を借り入れて15億円ですね。投資をしているわけですから150%っていうのが投資比率です。で、これに、 まあ分散ですねこのポートフォリオ A の分散の2乗っていうあ分散っていうのを計算してあげて掛け算してあげてルートを取れば標準偏差求まりますねはいだからまあ落ち着いて回答していけばですねこれはまあ無リスク資産とポートフォリオ A のまあその組み合わせを問われているんだとでポートフォリオ A とは言っていても結局これ一つの危険資産って考えればいいだけですよね一つの危険資産と あと無リスク資産っていうところが一つあってこれを組み合わせてポートフォリオを作ってるというふうに捉え直していつも通り落ち着いて標準偏差の計算っていうのをやってあげればよかったとポートフォリオの標準偏差の計算っていうのをやればよかったとまあ冷静に回答できた方は一番ですね正解できるのかなとただまあ結構ねここリターン っっててててていいいう風な言葉が書いていてリターンのこののこ標準偏差の部分っていうの読み飛ばしてしまう方もいいるんじゃないかなかと思ってま,すまあどうしても1番っていうとね通常こういうリターンが問われるっていう発想がありますんでねリターンを回答してしまった方もねかなりいらっしゃるかとは思いますからまあ1番っていうのはねここはもうできなくてもまあしょうがないところかなと思います,三角です、ね。まあできればアドバンテージになりますけど、まあ、できなくてもそこまでね 大きく合比に影響が出るようなところではないと思いますね。で、今度二番に関しては、こちらは市場ポートフォリオと同じ標準偏差を持つポートフォリオを構築するとき、ポートフォリオ A への投資比率は何パーセントとなるのかっていうことで。 まあこれももここういいいっったた式を立ててもらったらいいですよねこの求める投資比率を a っていうふうに置いてあげてポートォリオ A の標準偏差28%に投資比率乗じてあげて、まあ、これがイコール22%っていう市場ポートォリオの標準偏差とイコールになるようなこの a を求めてあげれば78.57%っていうのが求まりますねはい、まあ、このポートフォリオのね 標準偏差っていうのは単純にその各リスク資産、あ各ねそのポートフォリオを構成する資産の標準偏差の過重平均にはならないわけですけどただ今回問われているのはねこのポートフォリオ A という危険資産一つとあとまあ無リスク資産、まあ、これで構成されている、まあ、ポートフォリオですねそれの標準偏差っていうのが市場ポートフォリオと等しくなる この時の投資比率を答えなさいっていう問題なので、まあ、結局はこういった投資家を立ててあげればですね回答にたどり着くことができるんだと、はいまあ、ちょっとこれも難しい問題かと思いますねはい、まあ、2番についてはこれはまあ三角ですねまたで今度3番についてはポートオリオ A と市場ポートオリオのリターンの間の相関係数ですね相関係数を算定しろと でこれ相関係数ですね、まあ、どうやって求めるのかっていうところで、まあ、ヒントとしてここですねもうベータの求め方っていうところに相関係数が出てきていてこれベータ分かってるわけですからねああ強分散ですねこれ強分散が出てきていて強分散っていうのは相関係数かける各ポートフォリオ、まあ、あるいは各リスク資産の標準偏差っていうのを掛け算してあげれば強分散っていうのを求めることができるわけですよね。 だからまあ共分散の計算の仕方が分かっていればそこでは相関係数が出てきますんで相関係数が出てきますんでこの β の公式からですね相関係数っていうのを求めることができるなっていうそういった判断はできるかと思いますねはいまあ一応回答プロセスですね確認しておきますとこれまあ分子に共分散を取ってあげてまあ分母にこの分散ですね あそうすね、市場ポートフォリオの分散っていうのを取ってあげて、まあ、イコール1.22っていうところがこれがポートフォリオ A の β になってるわけですよね。でこれを満たす共分散を求めてあげれば共分散は590.48っていうのが求まります。 でこの共分散590.48っていうのが求まれば先ほど言った通りこのポートオリオ A の標準偏差市場ポートオリオの標準偏差それぞれに、えー、それぞれ乗じたものに対して相関係数を掛け算してあげれば共分散が求まりますんで相関係数求めれば0.96っていうのが算定できますまあここはね回答できるかと思いますもう時間もたっぷりあることですから丸3番についてはここはできてほしいかなというところですね でで今度丸4番ですねここはもうできなくてもしょうがないかなっていうところでまあリターンの平均とまあ何が言葉として入るのかっていうところですけどまあここはですねなかなか何が入るのかという判断が難しいところでまあリスクっていう言葉もね入れた方いるのではないかと思うんですけどここではまあリターンの平均っていうふうに言っているんでまあ要は期待収益率と。 まあ何に基づく公用関数を持つのかっていうのが問われているわけですからここでまあ単純にここが平均とかっていうのがなくてリターンと何かって言われたらここリスクって言葉入れたらいいと思うんですけどリターンの平均と何かって言われたらここは標準偏差あるいは分散っていうのを入れないといけないのかなと。ちょっと難しいですね。 だからまあ4番についてはここはもうできなくても結構です。で今度5番についてはここはもう絶対できるところですね。期待収益率を求めるわけですからキャップ M の公式に当てはめて回答してあげればいいですね。あとまあシャープレシオですね。次の括弧 B っていうところこれ問いの3番で問われてますけどここも絶対できますね。 シャープレシオを公式覚えていれば対応できるわけですからできなきゃいけないです。でまたポートフォリオ A とポートフォリオ B を用いてベータイコールゼロのポートフォリオを作るときポートフォリオ A への投資割合は何パ、えー、何とかパーセントでこのベータイコールゼロのポートフォリオの期待リターンは何とかパーセントということでこれもまあ昔一度だけですねゼロベータポートフォリオっていうのがまあ本試験で問われたことがあるんですけども。 そのゼロベータポートフォリオって呼ばれるものをですね、言葉として、まあ、過去問やって覚えられていた方はね、スムーズに計算できたのではないかと思いますけど、なかなかそれが知らないという方はですね、何が問われているのかっていうのがちょっとわかりづらいのかなと思いますね。あの、ゼロベータポートフォリオっていう概念があるんですよ。まあ、キャップ m っていうのが、あの、安全資産が基本的にあることを前提に成り立つ理論じゃないですか。 キャップ、m、の公式を思い出してもらうとリスクフリーレートっていうのがないとキャップ m の公式って成り立たないですよね。で仮にキャップ m あそのリリスすみません安全資産ですね安全,資産安全資産っていうのが仮になかった状況ですねない状況仮に安全資産っていうのがない状況でもキャップ m っていうのは成り立つ,のどうか,成り立つかどうかっていうのを、まあ、議論した時に出てくるのがこのゼロベータポートフォリオって呼ばれるものなんですね。 仮に安全資産がないような状況下においてもキャップ m は成り立つのかどうかとその問いに対する一つの答えとしてゼロベーータポートオリオを組めばいいんだという話が出てくるんですだからまあ皆さんはね結局このゼロベータポートオリオって言われたらまあ安全資産のことなんだと思ってください安全資産を代用したものですね したがって、このゼロベータポートフォリオの期待リターンというのは、これ、無リスクリシーツです。リスクフリーレートが入ります、7番はね。で、投資比率に関しましても、これはまあ、リスクフリーレートっていうのが、期待収益率にな,る、えー、なりますんで、それを前提としてですね、まあ、投資割合とかを考えてあげればいいんだと。まあ、こちらですね、ポートフォリオ A とポートフォリオ B っていうのを組み合わせて2、2%になるように投資比率をね、決めていきましょうと。 ポートフォリオ A の期待収益率9.32、B の期待収益率6.98%。で、それぞれ、まあこれ投資比率 A と 1-A っていうのを掛け算して合算してあげれば、A と B を組み合わせたポートフォリオの期待収益率っていうのが求まるわけですけど、これが2%となるような投資比率っていうのを求めている、求めればいいと。まあ、したがって、 これはマイナス二百十二点八二パーセントっていうのが回答として求まりますね。はい。まあ、知らないとなかなか対応が難しい問題だと思います。したがって、ここについてもですね。まあ、どちらかできていれば十分かなっていうぐらいなんですけど。ただ、まあ、基本的に、まあ、片方だけできるっていうのはあんまりないですかね。 まあ6、7セットかなっていうところもありますんで、まあ、できてなくてもそんなに体勢に影響は出ないと思ってください、まあ、できるに越したことはもちろんないですけどねただまあ8番はここはシステマティックリスクを定量化するだけですから必ずできなきゃいけないですねもう公式に当てはめたら終わりです、まあ、市場リスクシステマティックリスクの定量化ですねであとまあ問いの2番ですね 空欄 A に入るまあこれ文字式答えさせる問題ですけどまあこれもこの式をね変形してあげればここ求めることができますんで特にまあ問題なく対応できるのかなと思いますまあ文字式だからちょっと嫌だなっていうねそういう気持ちは働くかもしれないんですけどまあこれぐらいは対応できないといけないかと思いますねちょっとまあ問題1は全体としてはねこれは決して簡単な問題ではないのかなとは思いますんで まあ経営学のね、えー、本試験の問題の中でも、標準的なレベルよりは難しい問題だという、そういった認識を持っていただければいいかなと。だから、問題1の出来についてはね、想定よりも間違えていても大丈夫かと思いますんで、他の問題でリカバリーしていただければ、特に問題はないですね。で、次、問題2ですね。金、ま、利、あの基幹構造っていうのをテーマにした問題ですね。で まずまあ一番ですねここは簡単ですよね金利の基幹構造っていうのがまさに入るとまあはじめなぜねこれが選択形式の問題になっているのかっていうのがちょっと意図が読めなかったんですけどまあ特にここは選択にされてなくても基幹構造っていうのはもうすぐさまね思い浮かぶかと思いますんでここは正解してほしいですねで今度米国における92年9月と2000年4月の金利のこれは基幹構造を示したのが次の図であると。 でこういった金利と満期の関係を示すグラフのことをこれ、イールドカーブですね、ここもまあ対応できますよね、イールドカーブ。で、92年9月時点のイールドカーブを見ると、国債の満期まで2年の利回り,で利回りが3.8%であるが、これが30年になると7.51%。 で、一方、2000年4月時点のイールド化を見ると、満期まで2年の国債の利回り6.71%、10年は6.1%、30年は5.91%次第に低くなっていると。で、こういった、まあ、長期の金利の方が、短期の金利よりもですね、えー、下回っているという状況のことを、これ、逆イールドと。逆イールドですね、逆イールド。 まあ長期のこういった利回りの方が短期の利回りを下回ってると通常は逆イールドではないんですよね通常は純イールドになることが一般的なんですけれども、まあ、逆イールドっていうケースもまあ,あるんだとここはまあ純イールドか逆イールドかっていうところでまあ判断に悩んだかもしれないんですけど、まあ、普通はどうなのかっていうのを考えてあげればいいですよね まあ普通はその短期の金利よりも長期の金利の方が高いのがまあ一般的ですよね。1年もの定期預金よりもね10年もの定期預金の方が通常金利が高くないとですね誰もその10年もの定期預金に対してお金をね投じようって方いませんからねだからまあ一般的にはね長期の金利の方が高くなっていく傾向があるわけですけどこの2000年4月。 に関しては長期の金利の方が下がっているというところでこれは逆イールドっていうね、まあ、そういった現象ですねまあ3番はただそんなにねここの判別のような話っていうのは慣れていないかと思いますんでまあやや三角かなと、はい、で今度は四番ですねここは単にフォワードレートの計算が求められているだけなんでまあ絶対正解したいところですはい まあ特に解説もいいらないですよね。もうフォワードレート計算してもらったら終わりです。でちょっと判断に悩んだのが ⑤ 番かもしれないんですけど、この, ⑤ 番です、ね、この理論に従えば2000年4月時点における将来の金利は図から読み取れる範囲でこれはまあ下がるか上がるかどちらかねまあ答えるわけですけど回答としては下がるっていうのが入りますね下がると。多分勘で答えた方多いんじゃないかと思うんですけど素直に回答してもらったらよかったんですね。 単にもうこのグラフを見て下がっていっていると。2000年4月ですね、下がっていっていると。だからまあ将来の金利っていうところは、まあこれは下がっていると、下がるというふうに投資家は予測しているんだと。まあ、将来的に短期金利っていうのを下落すると投資家は考えているからこそ、この長期金利の方が短期金利よりも小さくなっているんですね。もう素直にグラフの形状からですね、下がるっていうのを答えていただいたらよかったと。はい。 あれこれれこ考ええてるるとももしししかかたたら間違えた方いるかもしれないなですまあ二択を外してしまうとねちょっと運がなかったとしか言いようがないところではあるんですけどもまあ5番についてはねなんとかこのグラフの形状からですね回答してほしかったかなというところですね。はい、まあ、以上がねこのファイナンスに関するまあ解説と公表ということになりまして。 まあ思っているよりできているという方もいれば思っているほどできていないという方も、ねまあ、いらっしゃるかとは思うんですけども、まあ、こんなことを言うと、ね、あまり元も子もないかもしれないんですけども、まあ、計画に関してはやはり、ね、言ってもそこまでその本試験の全体の合否にです、ね、ものすごい影響を与える科目というわけではないので。 やはり経営学単体で、まあ、特に五、ねまあ、月担当の合格者の方なんかは経営学そんなに高得点取れないかと思いますのであのちょっと落ち込んでる方もいるかもしれないんですけどもほ、まあ、他の科目で、ねえー、十分経営学だったらカバーはできるものになってきますので、まあ、この経営学単体でね、まあ、一喜一憂せずに、まあ、全体で、ね、判断していただくといいのかなと思います。 まああの後から見るとねなんでこんなものが答えられなかったんだろうとかっていうので結構ね自分に苛立ちを覚えたりすることももしかしたら計画は多いのかなと思うんですけど、まあ、やはりね他の科目に比べてみると圧倒的に演習量が少ない科目なのでやはりその知識の正確性であったりですねあるいはその本試験における対応力とかですね応用力っていうところは他の科目ほど絶対にないので。 これはもう過年度の受講生の方だろうが初年度の受講生の方だろうがもう計画の演習量っていうのが絶対的に多くはないわけですから、まあ、そんなにどういう問題が出てきてもですね柔軟に対応でできる方ななんんんかほとんどいないんですよ。まあ、過去のね本試験でもですね、あのー、1位の方の合格答案っていうのを見たことはありますけれども、まあ、本当に初歩的なミスっていうのは結構やってるんですね。 もう論文式本試験でこういう計画の試験であったとしてもですね満点点近いいい数取る方ってほとんどいないんどなまあよくて9割でしょうね本当にまあその本当にトップレベルの人で9割取れるっていうところで、まあ、1割は初歩的なミスはするんですよ。 でそう考えるとまあ大多数の方っていうのは当然ねもっとミスも多いでしょうし単純な知識不足っていうのもあるでしょうから、まあ、あのできないっていうのはしょうがないところにな,、えー、なりますんでそこについてはねそんなに落ち込む必要性はないのかなと思いますはいまあ少なくとも他の科目ができていればねもう安心して過ごしていただいたらいいかと思いますのでまあ冒頭でね申し上げたボーダーとしては55点っていうところを、まあ、ボーダーとしては申し上げているんですけれども まあ55点っていうところはもしかしたらね、下振れする可能性もありますので、ちょっと経営管理の方がね、どれぐらい皆さんかけてくるのかっていうのが、ちょっと何とも言えないところになりますので、そこ次第っていうところはあるかと思いますけど、少なくともファイナンスに関しては、6割取れれていればえ6割,まあ6割2分ぐらい取れていれば、ですねまあ十分かなとは思いますんでね、それぐらい取れていればね、もう自信持ってね、この先過ごしてもらったらいいかと思います。 まあそれではではすね、これで、まあ、経営学の本試験の公表および解説の方をですね、えー、終わりにしたいと思いますので、えー、皆さんお疲れ様でした。